最近モンハンを買ったんですよね。あんな高いゲームよく買うな。これまでモンハンとかやったことなかったんですけど、なんかめちゃくちゃ流行ってるみたいなので、つい買ってしまいました。世界的ですもんね。乗るしかない。このビッグウェーブに。しかし私は普段こういうゲームを全くしないので、めちゃくちゃ下手すぎて全然進めません。どうしたらいいですか？ニートのくせにゲームベタとか草。まあ、やってりゃいつか上手くなるんじゃないか。そんな継続力があったらニートなんてやってないんだよな。自分で言うな。なるべくしてニートになってて草。ということでまずは上手い人のプレイを見て勉強したいんですよね。もし上手いプレイ動画を上げている人を知ってる人はコメントで教えてください。それくらい自分で探せ。ゲーム実況で満足して積みゲー化するまでがセットだぞ。てかまあこれやりたいだけなんですけどね。色抜きじゃねえか。めちゃくちゃ似てて草。前回のコメント欄でも。ひろゆき見てたらなんかたどり着いたんだが、という人が非常に多かったです。いやなんでだよ。ひほう、このチャンネル、ひろゆきの切り抜きだった。なんだろう、早く本編始めてもらっていいですか？いやお前が言い出したんだろ。ということで今回は、前回紹介したこの学校のパソコンにゲームを入れて遊んでみようと思います。このパソコンってゲームとか動くのか？スペック的にも絶対無理だろ。すぐ諦めるのはお前らの悪い癖だぞ。いやお前にだけは言われたくないわ。なんだろう、学校のパソコンに過度に期待するのやめてもらってもいいですか？もしこれで本当に動くことが証明できたら、全国の学生に夢を届けることができるでしょう。ニートのくせに夢を届けようとしてて草。これで低スペックが露呈したら全国の関係者に殺されそう。え。ということで始めていきたいのですが、前回こんなコメントがあったんですよね。学校の PC ならセブンの方が合ってるかな。確かにそうですよね。なので今回は先に Windows 7を入れてからゲームを入れていきます。なんて無駄なことを。視聴者の意見を取り入れる投稿者の鏡。なおプレゼント企画は固くなにやらない模様。だんだん取り返しのつかないことになりそうで草。とりあえず7のインストールディスクを入れます。前回あんなに苦労して10を入れたの忘れたのか。個人的には無料 OS の方が難易度が高かった気がします。てか7に上書きされる10の気持ちを考えろ。7は歴史に残る神 OS だからね、仕方ないね。未だに Windows 7のサポート終了が信じられないのは、私だけなのでしょうか。まあ、現場では未だに XP 使ってるところもあるくらいだからな。しばらくはそのまま使われ続けそうだな。駅とかの公共施設に突如現れる2000くんほんとしこ。鉄道とジャンク好きからしたら夢の光景ですね。ということで Windows 7をインスコしていきます。この澄んだ青は古さを感じさせませんね。涼しげな感じがする。学校の PC に SSD なんて乗ってるわけないだろ。これも確かにそうなんですが、せっかく買ったので今回はそのまま SSD を使っていきます。公共施設の PC に SSD なんて乗ってるわけないだろ、いい加減にしろ。中古なのに高いのを買っちゃったからね、仕方ないね。上弱かな、お前に言ってるんだぞ。ということで無事インスコに成功しました。今回は割とスムーズだったな。PC に OS を入れるだけですからね。そんな何度も失敗しやせんよ。なんか調子乗っててくさ。こいつこの後失敗しまくればいいのに。というわけで今フォートナイトのホームページを見ているんですが、多分 IE が古いせいで微妙にレイアウトが崩れちゃっていますね。ということで毎度のごとく Chrome を入れていきます。本当に毎回お世話になってるな。たまにはマイナーブラウザも入れろ。じゃあ次の動画でビバルディとスプレイニールを入れてみますね。カバディとスプラトゥーン。あ、そうそう。お前ら適当に会話するな。無事 Chrome がインストールできたのでダウンロードしていきましょう。ちなみにフォートナイトの最低動作環境は Core i3 で、GPU は HD4000 以上となっています。こんなん絶対無理やんけ。言うほどそうか。フレームレート下げればなんとかなるやろ。完全にエアプで草。そもそもインストールすらできねえだろ。そんなことありますかね。私はそんなに心配していませんが、もしインストールできなかったら木の下に埋めてもらっても構わないです。え、じゃねえだろ。まあ、そりゃそうなるよな。やはりグラフィックスで引っかかりましたね。予測してたみたいな言い方するな。しかしこんなことで諦めると思ったら大間違いです。次は別のゲームで試してみます。次も失敗するんだろうな。やめたれ。ということで次は大人気ゲームマイクラをインストールしていきましょう。マイクラは実家のクソスペ PC でも動いていたので、おそらく問題ない。はずです。ちなみにマイクラの最低動作スペックはこんな感じです。見た感じさっきとほとんど一緒ですね。さっきとほとんど一緒ってことは、ダメってことなのでは。どういうことですか？ダメだこりゃ。
着々とダウンロードが進んでいますね。ちなみにこのマイクラですが、なんと今後は Java 版でもマイクロソフトアカウントが必須になるらしいです。へえ、そうなんだ。まあぶっちゃけ私もその程度の反応でした。そもそも霊夢ってマイクラしたことあるのか。私は普段ほとんどゲームをしないんですが、マイクラは PS3 から入って、PC 版、スマホ版、PS4 版、スイッチ版、各種をプレイしてきました。マイクラって内容一緒なのにハード変えてまで買う必要ある。それは言わない約束だぞ。操作感が全然違うから、あといろんなハードで持ってた方がいろんな人とマルチできます。お前一緒にマルチやる友達いないだろ。誰？ということでなんとかインストールすることはできました。さすがマイクラは低スペ PC のユーザーにも優しいですね。起動するまでしばらくお待ちください。世界一部の学校ではマイクラが授業の一環として使われることがあるらしいな。確かに TNT の使い方を学ぶと将来役に立ちそうだな。それどんな場面ですか？まあ、今の時代はシミュレーションゲームですよね。あ、こいつなかったことにしやがった。最近ヨーツベでも流行っている、シティーズスカイラインズを入れてみたいと思います。下水を市民に飲ませれば水質汚染はなくなるのでは。ハヤトの野望やめろ。なんか久々にログインしたらプレイ時間が見れました。いやどんだけやってんだよ。シティーズは本当に無限にできるゲームなので、暇人以外は絶対にプレイしないでください。いいですか？絶対にですよ。シティーズで廃人は草生える。ということでインストール完了したので開いてみます。なんかインストーラーが開きましたね。もうすでに嫌な予感してくさ。まあ、これが完了すればきっとプレイできるので耐えましょう。お前もうわざとフラグ立ててるだろ。そういえば私がシティーズにハマったきっかけはクンさんでしたね。クンさんはかん。あ、だからあれほどフラグを立てるなと。え、未だに PC にゲームインスコしてるやつとかいるの？今の時代、ソシャゲ、放置ゲーが流行ってるって知らない感じ？知らないのお前だけだぞ。これはどういうゲームなんだ？私もよくわからないですが、ちょうどボスが出てきました。なんかキャラが勝手に動いてくれてるみたいです。そしてなぜか勝利しました。とにかくめちゃくちゃテンポがいいです。初心者にも優しいんだな。これなら霊夢でも続けられそうだな。案内に従ってクリックしていくとチュートリアルが進んでいきます。ほん、敵は勝手に倒してくれるようです。有能すぎん。まあ、放置系ってこんな感じだよな。霊夢いらなくてくさ。モンハンもこうなってくれないですかね。モンハンと一緒にするな。キャラを強化したりガチャとか回したりできるっぽいですね多分。なんとなくの知識やめろ。もうすでに飽きててくさ。100歩譲ってフォートナイトができないのはいいとして、ブラウザで FPS できないのかなと思って調べていたらこんなのがありました。いやなんだこれ。カクカクでくさ。一応これも FPS らしいんですが、なんか思ってたのとちょっと違いました。あんま下手な動きをしないように姿勢を低くして移動しましょう。動き方キモすぎて草生える。てか今のところ敵に全然出会わないです。はっ。いやなんでだよ。キモい動きしてただけなのに勝ってて草。ちょっとこのゲームは本当によくわからなかったので、よかったら視聴者の皆さんもやってみてください。フォートナイト風眼シューティングと検索すると出てくると思います。ほんとそのまんまだな。はい、フォートナイトってこんな感じなのか。いや絶対違うだろ。コメント欄を見返していたら、Y の学校、Chromebook なんやが。学校によっては一人一台 Chromebook が与えられているところもあるようですね。やっぱもう一人一台の時代なんだな。これ正直授業中にゲームし放題なんじゃないのか。その可能性もありますよね。どんな感じで運用しているのか知っていたらコメントで教えてください。 Chromebook は動きが軽いですよ。実用性はないです。ゴミです。散々ないわれようでくさ。やっぱりこれは買ってみて徹底検証が必要ですね。まあ、ジャンク界隈の学生からしたら物足りないかもな。というわけで今回は学校の PC でゲームができるのかを徹底検証してみました。ほぼ失敗に終わったけどな。やっぱ学校の PC ってクソだわ。次回、学校の PC を魔改造してゲーミング PC にしてみた結果、こうご期待。やらないんだろうな。你在无中生有，暗度陈仓，凭空想象，凭空捏造，无言无语，无可救药，逝者安息，一路走好，傻子巴拉，永无止境。